いつもどこに行ってたかな。ゆきくん。奈良京都。奈良京都行ってたね。でも奈良京都行けないから今年は和歌山から。和歌山市の小学校が選んだ修学旅行の行き先は同じ和歌山県内でした。例年だと奈良と京都を一泊二日で訪れ、奈良公園や太秦映画村などを巡りますが、都市部での感染増加を受け行き先の変更を余儀なくされました。行き先が変更になったけど、それを聞いた時はどう思いました？マジかって映画村にめっちゃ行きたかった。だから正直京都行きたかった、まあ、でも行けるだけマシやと。こんな時だからこそ市内51校の校長らが協議して行き先を地元和歌山に決めました。世界遺産とかね、そんなんもあるので、もうこれは和歌山のことを知ってもらう生きがいになるなってまあ思って、桂の南の方白浜とか行こうかっていうことになって、白浜の矢が立った町の一つが那智勝浦町。去年修学旅行で訪れた学校は10校だけでしたが、今年は100校以上に。そのうちおよそ8割が県内の学校です。思わぬ修学旅行ブームに少々戸惑ったといいます。大丈夫かできるかなっていう不安もありました。特に京都なんてもう本当に行ったら何でもあるんですねに対して、この小さな町で本当にどこまで求めているものが対応できるのか。ガイドの皆さんも対応に追われます。というのもコロナ前は高齢者向けのガイドツアーがほとんどだったためです。案内するポイントだけちょっと、あ、ポイントね、あそこたくさんあるし、どうなんだろう、どうガイドすれば小学生でも分かるのか念入りに打ち合わせます。普段通りの案内はちょっと難しいですね。歴史上の難しい言葉は言えない。和歌山県内で来てるのに、この南の熊野の方へ来たことがないっていう生徒さんがほとんどで、新鮮な感覚で来てもらってるのが非常にありがたいですね。迎えた修学旅行当日。朝7時過ぎ、いつもより大きなバッグを抱え子どもたちが登校してきます。今年はね、避難方面への修学旅行です。一生思い出に残る素敵なね修学旅行にしてほしいなっていうふうに思っています。体温や健康状態をチェックし、アルコール消毒をしてからバスに乗り込みます。バスの座席も一席ずつ間隔を空けて座ります。しゃべりにくい、なんかちょっと緊張する。地元巡りの修学旅行出発です。2時間半かけてまず到着したのは串本町の海中公園。串本にいる魚だけが展示されていて、地元を知る旅にはうってつけの場所です。カメの卵、でもこれとっても何かわからん。赤ウミガメの卵、これも孵化してるんじゃん。修学旅行の引率は4回目という先生、初めての行き先にドキドキです。京都奈良は行き慣れてるんであれなんですけど、どうなるんかなっていうところがちょっとあります。先生の心配をよそに子供らは大はしゃぎ結構食べてくれるんで、いつ来るねんお前ら。続いて向かったのは日本三大古道の一つ熊野古道。ガイドの皆さんは児童らを案内するための対策を練っていましたが、和歌山県のヤギは小さい時からこの梅の実を食べて育つねん。その証拠に鳴き声がうめえ。あ、もう一つか、ほら行こうか、はい、どうぞ
この日のガイド役川原さんが思いついた方法はダジャレでした。今下見たら苔なくなってんねんけども、おっちゃんのはどういうかと言うたら苔なくなったっていう。ちょっと行けたな、ほな行こうか。子供たちが疲れた頃にダメ押しの杉には3種類覚えておいて。小さい杉は小杉、中ぐらいの杉は中杉、こういうふうに大きい杉はどういうかというと太り杉って言う。いけた、よっしゃ、いけたということで行きまいか。およそ45分間の散策、手応えありだったようです。その後は那智の滝などを観光し宿に向かいます。楽しかったです。楽しかったけど大門坂、大門坂と海中海中公園も行ったことなかった。海中公園も行ったことなかった。あ、一番楽しいのはやっぱり夜飯や。合わせましょう。いただきます。いただきます。みんな楽しみにしていた夕食の時間ですが、食事中の会話は感染予防のため禁止。皆が同じ方向を向いて黙々と食べます。やっぱりね、子供ら同士なんでどうしても寄っていってしまうっていうところがあるんで、できるだけこう話しながらもね、やっぱりお家の人から預かってきてる分、その辺はしっかり守ってらさなあかん部分もあるんですけど、やっぱりなかなか厳しいなっていうところですね。2日目、捕鯨で知られる太地町のクジラ博物館へ。ここで児童らを待っていたのは、同じ和歌山県内とはいえ、普段は触れ合うことのないクジラやイルカに興奮気味です。旅の最後は和歌山出身で松下電気産業創業者松下幸之助の願いで作られたエネルギーランドを満喫。あ、行くぞ行くぞ。どうなってんのこれ。なかなか触れることがなかった地元和歌山の歴史や文化が詰まった旅となりました。大きなトラブルもなく、無事児童らが学校に戻りました。意外と楽しかった。いてよかったなって思う。和歌山のいいところも見つけれたので、とても楽しかった。自然の動物、あの生き物って思うところが、ちゃんと飼育しっかりしてるよなっていうところで。無事全員帰ってこれて、怪我もなく、熱も出ずに帰ってこれてよかったなと思ってます。こんなに長い時間友達と過ごすっていう経験もなかなかないので、まあ、行き先は違ったんですけれども、まあ、修学旅行を実施してその経験ができたっていうところは本当によかったなと思います。京都や奈良には行けなかったけど、地元和歌山を巡る修学旅行は忘れられない思い出になったようです。